エンジェルナンバー、アルクトゥルスナンバー553、553、553で5が2つに、3が1個じゃないですか。そうするとさっき説明した335と少しだけ私的に意味が変わってきます。単純にさっきの335は3が2個、こっちは355で、5が2個で、先ほどのはすで、に大体もう変化を、しなきゃいけないっていう状況に立たされている時に、見かける、進行中の時に見かけるっていう感じです。あ、もしかしたら始まったばっかりかもしれないけど、まあ、何をしなきゃいけないっていうか、どういう変化がのいいことがこれなんだなっていうのが分かっている。で、355の場合はもしかするとまだ見えてないかもしれない、なんとなくうっすら感じてるかもしれないけど見えてなかったり、あとうち自分の内側で、あ、なんか変わりたいなとか、なんかもぞもぞするな、っていう胸騒ぎするなとか、いろいろ人それぞれだと思うんですけど、何か感じてる、まあそろそろ来ますよって、大きなライフチェンジが来ますよっていう意味です。でももうこの番号を見る時点で、すでにあなたは、魂的にちゃんとプランを立て、ブループリント上であのプランを立ててきたことでもあるし、絶対大丈夫ですよ、まず宇宙、そしてエンジェル、ガーディアンエンジェル、アセンデントマスター、宇宙ネーション、あのごめんなさい、あのそうスターネーション、ユニバース、がサポート、もうすべてが宇宙がサポートしてくれますよっていうことなんで、絶対に、心配とかね、あのね、いろいろ出る不安とかは出てくると思うんですけど、でもそれはみんな同じなんで、それはもう当たり前なことだと思って、前に進んでください。ただこの552つが多いので、私的には思うことは、絶対に、いろんな、一つの、何か、チェンジ、ね、があったとしても、絶対に、自分はどうしたいかをまずちゃんと、考えるっていうか、やっぱ迷う人もいらっしゃると思うんで、私って何がしたいんだろうとか分かんない人もいると思うので、私ってどうしたいんだろう、でそのどうしたいんだろうっていうのがちゃんと定まったら、ちゃんと、腹を据える、腹をくくるっていうんですか、決断する、でそれで、流れにあとは任せて頑張って進んでいってください。もちろん行動しなきゃいけないこともあるんですけど、でももうすでに、今までのことは、十分にもう、次のレベルに行かなきゃいけない、要はおめでたいことなんで、頑張って、あんまり不安に思わずに、結局あの変わらなくても変わっても不安で出ると思うんですよ。っていうか、もしも変わらなくていいよって言われても、もう変わりたいっていうふうに自分が思っているので、そこで変わらないっていう選択がもしもできたとしても、多分ね、不安じゃないけど反対にイライラとか不満とかが出てきます。で結局エネルギーにしたら同じなんで、前に進んで、この風の時代を、すごくシフトして、前に進んでください。応援してます。それではまた。